Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et il est temps de s'attaquer à la quête personnage de Arlecchino. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, un abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Activez le mode expérience focalisée. Activez le mode expérience focalisée pour éviter les conflits avec d'autres quêtes occupant des emplacements des personnages. Oh oui. Oh oui, ça c'est une bonne nouvelle fonction. Le village de poissons. C'est vrai que ça fait un moment qu'on n'y a pas été, mais parce que je ne joue pas souvent au jeu. Je suppose. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'était ça. Oi, Tabito. パイモン。あれ、この声って。ここだよ。リネ。流行りの言葉で言うと、運命の再会ってところかな。君たちに会えるなんて思ってなかったから。今日会ったことの中で一番嬉しいよ。こっちこそ驚いたぜ。どうしてポワソン町に来たんだ。あ、もしかして何かマジックショーでもあるのか。実は家でちょっとしたトラブルがあってね。お父様は僕たちをポワソン町に移したんだ。リネットとフレミネも来てるのか。ああ、ハウス・オブ・ハースの大半がこっちに移ってきたよ。君も気づいたでしょ。ポワソン町に人が増えたってことにさ。ポワソン町にこんなにたくさん越してくるなんて、ちょっとしたトラブルには見えないぞ。一体何があったんだ。それは興味があるようであれば私が答えよう。うわー、びっくりした。お父様、いらっしゃったんですね。あの、オイラたち、ハウス・オブ・ハースに探りを入れようとしたわけじゃないんだ。あ、ただ…緊張することはない。君たちの言葉からは、真摯な気持ちが伝わってきている。それに、君たちが心中に疑念を抱いていることも知っている。多くのファデュイが町に移ってきたからには、何か企んでいるのではないかと疑われても、無理はないだろう。Faut vraiment leur faire confiance. Ils ont montré leur utilité, faut bien l'avouer. Mais est-ce que de là à leur dire on a une totale confiance en... Voilà, il y a quand même une marge de manœuvre entre les deux, toi. 気持ちはわかる。何せ君たちは今まで、ファディと何度も剣を交えてきたのだからね。これからも、互いの関係がずっとうまくいくという保証はない。だが少なくとも今は、やり合う理由がない。そうだろう。君たちは固く手を握り合ったこともある友人だ。ハウス・オブ・ハースは誠意を見せたいと思っているよ。それにこの一件については特に言えない秘密もない。単刀直入に言おう。すべてはハウス・オブ・ハースにまつわるとある噂から始まった。私たちの内部事情に関するね。噂なんだ。ハウス・オブ・ハースに存在しない子供が一人いる。あれ、フォト？存在しない子供ってなんか怖いぞ。エスピオン？とっくにこの世を去っているはずの亡霊がハウス・オブ・ハースの影をさまよっている。だから子供たちをポワソン町に移し詳しく調べようと思ったんだ。じきに見つかるだろうからその時はうまく処分すればいい。面倒なことにはならないはずだ。もしもまだ気になることや心配事があるのならしばらくここに滞在して探ってくれても構わない。家に客人が来れば子供たちもきっと喜ぶだろう。リネ、客人のもてなしは任せた。私はまだやることがあるから先に失礼する。はい、お父様。
conversation avec Harley ne m'a intimidé. J'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau maintenant. Il nous suggère de rester encore quelques jours. Pourquoi ? House of House に招待したいと思ってたんだ。兄弟姉妹を君たちに会わせてあげたくてさ。君たちの名前は House of House でも有名でね。特に予言の危機が解決してからはみんな君たちの話ばっかりしてるんだ。もしよかったらおしゃべりしていかないかい？おう、いいぜ。特に用事もないしな。でも先に言っとくけど、オイラたちはただの客で。待てよ、客ってことは美味しいものをいっぱい食べられるってことだよな。もちろんさ。今はポア村長の一角を借りて住んでるから、ここの人を手伝って寮に出てるんだけど、毎日大量なんだよ。今日は僕が直々に料理してあげよう。さ、まずは仮住まいまで案内するよ。Le feu du fourneau s'éteint. この部屋は地元の人から借りたんだけど、臨時の拠点として使ってるんだ。後で片付けておくから、君たちはここに泊まっていいよ。ありがとな。これからどこへ行くんだ？さっき君たちと会った時、僕は物資を配ってたんだ。ポア村長に滞在してる子はかなり多いから、時々日用品を外から仕入れないといけなくてね。あんまり待たせられないから残りのものを届けてくれよ。なるほどな。もついていくぜ。お前たちに関する噂はいっぱい聞くけど、どれが本当でどれが嘘かわからないんだ。普段の様子を見られるせっかくのチャンスだし、きっちり観察しておかないとな。もちろんいいよ、ついてきて。Ça me permet de rencontrer certaines personnes, je suppose. Par là? OK.Parfois je vais arriver. Changerai de jeu, switcher, merci. Il est beaucoup mieux passé cette fois-ci. C'est perturbant. Évidemment, je viens d'un autre jeu là, ça piquette. Dine, y a tout qui te crée dans la. Qui en a besoin? Zembe, coco d'ailleurs. Kakuninjte. Moshi moshi.どうしたの？ぼーっとしちゃって。旅人とパイモン、本当だ。みんな来て、旅人様とパイモンお姉様が遊びに来てくれたわ。ちょっと待ってよ、一気に囲まれたらお客さんがびっくりしちゃうでしょ。オイラたちは大丈夫だぞ。でも、オイラたちってそんなに有名なのか？もちろんだ。お父様もリネ兄ちゃんもよくお前たちのことを話してるぞ。君たちはリネを助けてくれた信頼できる友人なんだってお父様がおっしゃってた。今までお父様から聞いた中で最高の評価さ。それでみんな一体何者なんだってずっと議論してたんだ。旅人の兄ちゃんは力が強くて大きな山も動かせるんだって。パイモンお姉様は胃袋が大きくて、ホテルドゥボールの食料を3日で平らげてしまうんですってね。Alors, il y a une information qui est juste, une information qui est fausse. Vas-y, c'est laquelle? J'ai jamais fait mon choix personnellement. ちょっと待った。なんでオイラの噂は全然かっこよくないんだよ。Peut-être, mais contrairement à toi, moi, au moins c'est exagéré. Oui, j'ai fait mon choix, et alors?お客さんが来るときはいいものを出してもてなさないとなんだろう。別にいいぞ、オイラたちも手土産とか持ってきてないしな。遠慮しないで。私が新しく調合した薬はいかがかしら。毒薬も傷薬もあるのよ。え、
それかシャプロ兄ちゃんに潜入作戦のコツを教えてもらったらどうだ。シャプロ兄ちゃんはすごいんだぞ。なんて言ったって一回も失敗したことがないんだからな。ああ、いいアイディアだな。君たちは正面突破に慣れてるだろうけど、スキルを身につけといて損はないだろうし、こっそり敵を仕留めることに関しては多少心得があるんだ。毒にやられてからは前ほど機敏に動けなくなったけど、そばで指導するくらいなら問題ないぞ。ちょっと待て、なんで急に薬とか戦いの話になっちゃうんだよ。これが俺たちが出せる一番いいものだから。気に入らなかったか。じゃあこうしよう、嫌いな奴の名前を教えてくれ。俺が懲らしめてきてやるよ。Ces gens sont aussi dangereux les unes que les autres. Paulus, Aïroar, そこまでだ。お客さんをもてなすときに一番大事なのは気持ちなんだよ。二人の情熱はもう十分届いてる。具体的な何かがなくたってお客さんは喜んでくれるものなんだ。これ以上しつこくしたらむしろ嫌われちゃうよ。そうなの？ On est déjà très bien accueillis. それならよかった。せっかく来てくれたお客さんなんだ。何か必要なことがあったらいつでも俺たちに言ってくれよ。毒薬が必要だったら私に言って。お薬の配合はとっても得意なのよ。それじゃあまたね。そろそろ物資の配布に戻るよ。ああ、行ってらっしゃい。リネ、あいつらのさっきの話って。びっくりしただろ。これもこの家の一部分さ。フォルツは家族に捨てられた子だ。彼は幼い頃好奇心に駆られて家にいる全てのペットの首を折った。それで危険な悪い種だと思われたんだ。アイロワールは薬に異常な執着を持ってる。調合した薬を自分で飲むことはお父様に禁じられてるんだけど、それでもよく飲もうとしてるからずっと見張ってる。シャプローは僕と同年代で、僕は情報収集担当だけど彼は監視を担当してる。彼は自分の仕事が大好きでね、すごく厄介な仕事も積極的に引き受けてくれるんだ。ついていけない会話なのはわかるけど、みんな別に悪気はないんだ。ただ自分たちが思う一番いいものを君たちにあげたいだけだったんだよ。ça reste spécial. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel entre guillemets. Hein. Je peux comprendre que dans leur situation, c'est leur quotidien, c'est leur leur chouchou. Enfin, je sais pas comment appeler ça. Mais je pense que vous comprenez.フィリオール、物資を届けに来たよ。お疲れ様。そちらはよその人？紹介するよ。旅人とパイモンだ。へえ、聞いたことあるな。最近有名になったコンビだろ。こんにちは。あんたらはずっと外を旅していろんな場所に行ってるって聞いたぜ。本当なのか？その通りだぞ。オイラたちテイワット中を旅して回るんだ。いいな。なら、フォンテーヌにも詳しいのか？この前上映された歌劇、4000人の盗賊っつったかな。あれは見たか？それは初めて聞いたぜ。ポスターを見ただけなんだけどさ、なんか良さそうな歌劇だったぜ。時間があったら見に行ってみてくれよ。盲目の女性もぜひ見てみて。観客参加型の歌劇みたいでとても面白そうよ。Je vais parler de culture populaire et l'atmosphère, c'est détente. 今回の任務が終わったらネイルをしてみたいの。爪を別の色に染めるのよ。じゃあ俺も髪を染めてみようかな。いくらかかるかは知らないけど。なあ、気のせいか？こいつらさっきのやつらより付き合いやすそうな感じがするぞ。ハウスオブハースにも普通のやつがいるみたいだな。Mais vous parlez, c'est pour faire entendre. 聞こえてるわよ。Exact.
うわあ、ごめん。フォルツたちのことだろ。別に全員があいつら見たいってわけじゃないさ。あのイカれたやつら、きっと今頃興奮してるんでしょうね。早くスネージナヤに戻って、あの計画を実行したいって。Exécuter le plan? Je crois que tu viens de dire quelque chose que tu n'es pas censé dire, mon petit. Filiol, そこまでだ。はいはい。家族の陰口はやめろ、でしょ？つまらないわ。行きましょう。またな。機会があったら一緒に歌劇を見に行こうぜ。とにかく物資も配り終わったことだし、僕たちも帰ろう。あいつらなんかトラブってるのか？Ce sont pas nos oignons. それもそうか。オイラたち、今はお客さんなわけだしな。あ、リネが行っちゃったぞ。早く追いかけようぜ。Hop, retour à la maison temporaire.どうだい？ハウスオブハースのメンバーに会ってみて、ご感想は？ディバーシフィエ。自分なりの判断ができるようになれってお父様が常々言ってるからね。家ではいろんな声が聞こえるんだ。僕は食べ物を用意してくる。君たちも来るかい？うん。それじゃあ行こうか。お、プレミネ？そこで何してるんだ？その僕、フレミネ、また会ったな。こんにちは。あなたたちがうちに来てるってことは聞いてた。歓迎するよ。ちょうどご飯を作ろうと思ってたところだから、フレミネも手伝ってくれないか？旅人とパイモンに海鮮スープを作ってあげたいって言ってたろ。海鮮スープ、オイラよだれが出ちゃいそうだぜ。フレミネ、さっき何か探してたんじゃないのかい？一緒に探そうか？大丈夫。ただ余った物資がないか聞きたかっただけ。そうだったのか。まだちょっと残ってるけど、何が欲しい？食料と水、できれば布も。わかった。ちょっと待ってて。食料と水、待てよ。一体何に使うんだい？最近は外出する任務もないでしょ。食事も僕たちと一緒にとってるよね。夜になるとお腹が空くんだ。だからもう一セット欲しくって。多分成長期なのかも。フレミネ、僕の言ったことを覚えてるかい？君は僕と違ってまだ嘘に慣れてない。一体何があったんだ？僕にも内緒にしなきゃいけないようなことなのか？オイラたち、ちょっと席を外した方がいいか？フレミネのそんな表情を見るのは初めてだよ。お父様と何か関係があるんだね。ついてきて。Quel est le secret de Frémini? Je dirais bien un oiseau ou un poisson, je sais pas. Okaeri! Ah non. Kyo, il y a des gens. Atarashi, otomodachi? Konnichiwa. Boku wa Rine.ハウスオブハースで育った。君は？こんにちは。私もあなたと同じハウスオブハースの子供よ。クリーブって呼んで。クリーブ、会えて嬉しいわ。リネ、こいつの名前を聞いたことがあるのか？ないよ。でもハウスオブハースの名簿にそんな名前が載ってないってことは確かだ。
いつの間に潜り込んだのかはわからないけどね。多分この子がお父様の探してた存在しない子供なんだと思う。フレミネが見つけてきたのかい？お父様には言わなかったんだね。僕がこの子をここにかくまってるんだ。でもまだ誰にも言ってない。いつからだい？だいたい半月前から。それって僕たちがポワソン町に来たばかりの頃だよね。フレミネ、自分が何をしてたか分かってるのかい？分かってるよ。お父様が探してる人をかばってるんだよ。もしこの件がお父様にバレたら、関係した者の全てが罰を受けることになる。これはハウス・オブ・ハースのルールだ。お父様はどんな形だろうと裏切りを一切許さない。知ってるだろ、どうしてこんなことをした。このままこの子を渡すわけにはいかないって思ったんだ、リネ。去年シャプローが危うく死ぬところだったのを覚えてる？任務中に毒にやられて、帰ってる最中に毒が効いてきちゃったんだ。その時彼のそばには誰もいなかった。でもあの夜、誰かが僕を起こしてシャプローを助けてほしいって言ったんだ。起き上がって探しても声の出どころは分からなくて、半信半疑のままシャプローを探しに行って、それで彼を助けられた。こういう幽霊騒ぎはハウス・オブ・ハースで何度も起きた。リネだって覚えているはずだよ。つまりあれは全部彼女の仕業だと。彼女が僕たちの家族を助けたって？ハウス・オブ・ハースをさまよう亡霊が他にいないなら、そうとしか考えられないんだ。もしクリーブが敵なら、亡霊だろうと子供だろうと僕は迷わずに手を出すよ。だってお父様の命令だから。でもこの子は僕たちと一緒に暮らしていて、ずっとこっそり僕たちを助けてくれていたんだ。だから家族とみなすべきだと思う。何もわからないまま捕まえて処分するなんて僕にはできないよ。じゃあこれからどうするかについては考えてるのか？ずっとここに隠れていられるわけがない。いつかはバレてしまうんだよ。それはまだ決めてない。お父様の命令に逆らうつもりはないけど、クリーブを危険な目に遭わせるわけにもいかない。ちょっと来てくれ、二人で話したい。二人とも仲がいいのね。そうか、今にも喧嘩しそうな雰囲気だと思うけど。ううん、二人はとっても仲がいいはずよ。私にもそういう親友がいるから一目でわかるわ。でも友情は果たしていつまで続くかしらね。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。ごめんね、リネ。誰も巻き込みたくなかったんだけど。いいタイミングだね。今はその言葉が一番聞きたくなかったよ。どういうこと？小さい頃君は僕のことをリネじゃなくてお兄ちゃんって呼んでた。リネットと同じようにね。僕たちはみんな孤児でお父様に引き取られて一緒に育った。多くの兄弟姉妹の中でも僕たち三人は一番仲がいい。でもだんだん君は僕を名前で呼ぶようになった。理由は分かってる。僕とリネットは血がつながっていて、ハウス・オブ・ハースに入る前から助け合って生きてきた。対して僕たちは、リネ、僕は、お互いにとって一番ひどかった時期はまだ互いの顔も知らなかった。それでもフレミネ、僕たちはずっと肩を並べて歩んできたんだ。君もリネットも僕の一番大切な人だ。
代わりなんているはずがない。だからこんなことに一人で対処させるわけにはいかない。絶対にね。まずいぞ、あいつら頭に血が上ってるみたいだ。やっぱり様子を見に行ってみようぜ。雨だわ。Il dit ça juste parce que tu n'entends pas la discussion. Rine, Furemine, kenka shite nai yo na. Furemine, naita no ka? Heiki. Shinpai shite kurete arigato. Issho ni iroiro yatte kita shi, oira tachi mo tomodachi daro? Nani ka tetsudaeru koto wa nai ka? Ie no koto de.ちょっとトラブルがあっただけだよ。僕がいるんだから、お客さんたちは安心して帰ってくれ。Parfois avoir des invités peut s'avérer utile。え、何かいい考えがあるのか？普通お客さんがいるときに、家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。そう言いたいんだろ？ Exactement。ありがとう。君たちには関わってほしくなかったんだけど。今は断る言葉が見つからないな。これからもし二人が何か危険な目にあったら、僕も命がけで君たちを助けるよ。うん、僕も。話を戻そう。クリーブをお父様に渡すつもりがないのなら、唯一の解決方法はお父様が彼女を見つける前にその秘密を明らかにすることだ。彼女がどこから来たのか、ハウスオブハースで何をしようとしてるのか突き止める。そして彼女を静かに送り出す。姿を現した事実なんてなかったかのようにね。その方法はすでに試したよ。失敗したのかい？うん、遠くまで連れて行こうとしたんだけど、しばらくするとまた家に現れたんだ。今回僕たちがポワソン町に移ってきた時、あの子もついてきた。家がどこにあってもついてくるみたい。亡霊についてはあまり詳しくないんだけど、何かいい方法はないかい？あ、そうだ。幽霊って生前の願いを叶えてあげたら執念が消えて地脈に戻っていくらしいぞ。どこで聞いたかは忘れたけど、効果ないかな。いい案だね。後で彼女の願いを聞いてみよう。でもその前に一つ約束してくれ、フレミネ。約束？ああ、約束だ。これは僕たち二人でやることだ。僕たちが首謀者であって、それ以外の人は誰も巻き込んだりはしない。いいかい？うん、約束するよ。小さい頃みたいに拳をぶつけて約束しよう。3、2、1。約束。え？あ、j'ai adoré l'échange de regards, c'est cool.Apparition surprise. 本当にびっくりしたよ。リネとどうしてここに？ロンガー。それからいつからいた？お兄ちゃんのバカ。フレミネのバカ。旅人のバカ。パイモンのバカ。オイラたちまでかよ。ハウスオブハウスですでにクリーブに会ってた。ついてきてないと思ってたけど、あなたたちが隠してたのね。作戦プランはもう聞いちゃった。置いてけぼりにされるのはもう嫌。私も一緒に行動したい。ダメなら
ここの状況をお父様に報告する、そういうことだから。はあ、交渉の余地はないみたいだね。それじゃみんなで立ち向かおう。まずはクリーブの状況を聞いてから次の計画を決めるよ。さあ早速行こう。Adoré le regard de Lynette et le petit Nobaka en série. Gochisou sama, gohan wa motte kite kurete arigato. Gochisou sama tte itta kedo, teburu no ue wa sono mama da yo na. C'est un esprit, tu sais. Boku ga mite kita kagiri.クリーブは現実のものには触れられないみたい。でも食べ物の前で動きを止めることがある。彼女からすれば本当に食べているのかもしれないね。自分が死んだことには気づいてるの？聞いてみたけど答えてくれなかった。クリーブ自身にもよくわからないのかも。それか質問の意味を理解できないのかも。クリーブ、今いいかい？いくつか聞きたいことがあるんだけど。いいよ。あれ、また新しいお友達？こんにちは、私はクリーブよ。こんにちは。クリーブ、君はどうやってハウスオブハースに入ったんだ？どうしてそんなことを聞くの？みんな同じでしょ。召使い様に送られてきてここに残るしかなかった。でもハウスオブハースの名簿に君の名前はない。それに僕も君に会ったことがない。名簿？なるほど、ここのことをよく知らないのね。ここを支配してる人は見た目ほど善人じゃないのよ。名簿も完全なものじゃない。多くの人は初めからそこに乗ってないわ。なぜならその人たちは家族じゃなくてただの実験体だから。仲間の名簿に名前はないけど処刑名簿にならあったかもね。本当なのか、召使いが。誰かそれを証言してくれる人はいるかい？フェルビーなら。あの子は私の一番の親友で唯一信用できる人よ。その名前聞いたことはある？ない。僕も。クリーブもその人も名簿には載ってないんだろう。でもクリーブが嘘をついてるとは思えない。この年にして魔術師の目を騙せるってことじゃなければね。話題を変えようか。クリーブ、君の願いは？願い？うん、何でもいいから想像してみて。もし今日が君の誕生日だったら、ろうそくを吹き消すときに何を願う？外へ行きたい。私、日差しの下で暮らしたい。なんだ、それだけか？簡単そうじゃないか。家の闇はあなたたちの想像以上に深いわ。誰も生きてここから逃げられない。Veux-tu dire par là? Ce n'est peut-être pas aussi simple. これ以上は考えても結論は出ないみたいだね。僕の計画を聞いてくれ。これから僕はマジックで最もよく使う目くらましの方法を使って彼女を外、日差しの当たる場所に連れて行く。リネット、処刑名簿をもらってきてくれ。そこにクリーブの名前が載ってないか確認してほしい。フレミニはポア村長に残ってくれ。こんなに時間が経ってる以上、クリーブは僕たち以外の誰かとも接触していたはずだ。彼女が何を話して何をしてたのか、情報を集めてきてほしい。わかった、頑張るよ。オイラたちは何をすればいいんだ？気にかけてくれてありがとう。でもこれは
ハウスオブハースの内部事情だから、あんまり深く関わってほしくないんだ。君たちに余計なリスクを負わせたくない。そうだね、お父様は君たちを客人と言ってた。だからお父様のそばにいてもらえないかな。特に何もしなくていい。普通におしゃべりしててくれるだけでいいんだ。分かった。オイラたちがその注意を引くってことだな。comment pouvons-nous vous contacter? マジックバードをあげるから、もしお父様に何か気づかれたら、こっそり飛ばして。こっちに警告が届くから、念のため言っておくけど、あくまでこれは緊急用だ。お父様が感づく様子がなければ、連絡は取らないでおこう。夜になったらまたここに集合だ。最悪の場合、もしお父様にバレたら、洗いざらい白状してくれ。お客さんにまで罰を受けさせるわけにはいかないからね。これが僕たちの方針だ。Faites attention à vous. 君たちもね。さあ、ここで別れよう。お父様は近くの砂浜にいるはずだ。すべてが順調にいきますように。いや、絶対うまくやらないとね。これはトラブルを解決する唯一の方法だ。Je me disais justement que pour une quête de Harley Quinn, on lui parlait quasiment pas. On lui, à part échanger deux mots là, on lui avait pas parlé quoi. Creeve, 連れて行ってあげたい場所があるんだけど、一緒に来てくれないかい？いいよ。どこに行くの？Mais eux sont partis, mais d'accord, ok ça. Bon, allez hop. Allez, Kino. Bon, allez là, il faut d'abord que j'aille ici. Ok ça. Passe le cimetière. Oh ouais, Tartaglia. Meshitskaito Tartaglia. Tartaglia, y'a pas le jeu. Enfin, on commence par le jeu. Okay.君たちか、まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。やり残したことってなんだ？スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか？ハウス・オブ・ハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、
全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ、それから不死者のことも。帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人en train de dire du mal de leurs collègues dans l'ordre. それで、ハウスオブハースのお客人たち、私に何か用か。その。On voulait en savoir plus à votre sujet. そうだぞ。リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官、こっちの構成をいとも簡単にかわすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。ちょっと待ってくれ。Non, essayons d'abord de la faire parler à son autre sujet. Que représente le foyer de l'âtre, vos yeux ? Oh, son question est aussi un peu curieuse. House of House, nos enfants ont été touchés par les enfants, mais tous sont des bons enfants. Quand ils les regardent, ils se rappellent de Tonya et Teusel. Si tu les as trahis, tu vas forcément venir venir à leur endroit. Pourquoi est-ce que moi?彼らを裏切らねばならないんだ。ハウスオブハウスを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。まあいいか、白状するよ。じいさん、つまりオンドリが教えてくれたんだ。リキナアトレルフェイドラートそれじゃあクラヴィスディザベリテ。子供たちに何か悪いことをしたのか。私のしたことよりも偉大なるオンドリ殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな、仲間を数多く始末して挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう、その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うと、それはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは、私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。え?お前、フォンテーヌ人じゃなかったのか?じゃあどうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ。フォンテーヌで何かをするならこの身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし私が本当に守りたかったのはフォンテーヌ出身のあの子たちだ。
原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。La dévoileur de secret pour dévier la conversation n'est pas élaboré sur cette raison. Si elle voulait éviter d'en parler. 子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら、裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ。それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウスオブハースで療養してる間に、すごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウスオブハースでは、家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。負けた方が全てを失うんだ、自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪を42色に染める。ストップ。完全に理解したよ。La conversation débouche sur le sujet de tenir de sa tailleur aux chaînes. Ce genre de discussion vous aurait endormi en temps normal, mais vous remettez ta gueule, vous faites du temps là. À tout moment, c'est le même temps. Soro, il y a un peu. Tabibito, Paimon, tu es là, 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 tu es là. Tu seras amigo. D'accord, moi, je vais te faire un peu de temps. 今回はありがとうな、アルレッキーの。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから、お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか。なんだ、早く帰ってほしいのか。え、それは。夜風が気持ちいいんだ。ここに残ってちょっと考え事をすることにする。大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。やっと夜になったぞ。タルタリアが召使いを引き止めてくれて助かったぜ。あいつ気づいてなかったよな。リネの方はどうなってるんだろう。早く戻って確かめようぜ。あれ、ビザージュパソン、どんき。ここは冬に、あっちへ。な、おいし。進捗はあったか。話すと長くなるんだけど、こっちはちょっとトラブルがあってね。僕は彼女を連れて地上まで行った。そこまでは順調だったんだよ。でも影になっているところから日向へと踏み出した瞬間、突然彼女の姿が消えたことに気づいたんだ。振り向くと彼女は影の隅っこに立ったまま、静かに僕を見つめてた。あいつ、日差しが苦手なのか？いや、でも、もしそうだったら、日差しの下で暮らしたい
なんて言うはずないよな。あいつの背中を押してみたか？Pas sûr que ça fonctionne avec un fantôme. それもそうか。とにかくいろんな方法を試してみたけど、どれもうまくいかなかった。そのうち太陽が沈んできたから、結局連れ戻るしかなかったんだ。リネット、そっちはどうだった？名簿は手に入れた。ここ。本当か？オイラに見せてくれ。こんなにたくさんあるのか。全部読むのに一体どれだけかかるんだよ。手分けして読もう。ちょっとずつね。はい。ラポイヤード、ランドワード、ジャンベル、オレール。うわ、このオレールってやつ、顔にすっごい傷跡があるぞ。なんか怖そうなやつだな。あ、その人となら話したことあるよ。ある任務で怪我をしてたんだけど、その時は好きな人に嫌われちゃうって冗談を言ってたな。お前はどう返したんだ？好きな人がいるの？って聞いたら、いないって言われて、それでおしまい。でもその後彼は本当に誰かを好きになったらしい。その人のために家から逃げ出そうとしたけど、その目論みは成功しなかった。ある日彼はお父様に呼び出されて、それ以来二度と会ってない。つまりあいつは召使いに。残酷だけど、それが家のルールだ。ハウス・オブ・ハースでは誰もが多くの秘密を握ってる。だから裏切りは許されない。家から出たければ命を代価として差し出さないといけないんだ。ないね。でもそれも無理ないか。この名簿は不完全で、直近の5年間のものしか載ってないんだ。別の方向から調べよう。フレミネ、何か分かったかい？フレミネ？ごめん、考え事してた。他の人たちと話してみたんだけど、家の雰囲気がちょっと変だったんだ。変？うん。実はこの間、家で大きな論争があって、例えばシャプローとフィリオールの間とか。物資を配ってた時に会ったやつらか？確かにあいつらって雰囲気も話題も全然違ったよな。簡単なことさ。お父様は僕たちをハウス・オブ・ハースに連れてきて、知識と武芸を授けてくださったけど、誰もが心からここに残りたいと思ってるわけじゃない。ハウス・オブ・ハースに入った僕たちは自動的にファデュイとしてラベリングされるけど、多くの人にとってそれは堂々と口にできる身分じゃないんだ。成長するにつれ、一部の人は別の考えを抱くようになる。でもハウス・オブ・ハースにはルールがあるから、口に出すのははばかられる。シャプローやフォルツはお父様を認めて支持しているし、ファデュイであることを誇りに思ってるけど、フィリオールやナントゥイユにとってそういう気持ちはずっと希薄だった。こんなトラブルは常に存在し続けてる。もちろんお父様も知ってるはずだよ。でもそのなんだか状況が深刻になった気がするんだ。フィリオールたちはこっそり集まって何かを話してるみたいだ。あくまで僕の推測だけど、彼らはクリーブに会ったことがあるんだと思う。クリーブが彼らを先導してると思うのかい？それはないと思うけど、もしかしたらクリーブはみんなに誰も知らない家の闇を教えたのかもしれない。僕もクリーブから聞いたんだ。子供たちを実験体にしてるとか、力を持たない人は戦場に出されるとか。
フィリオールたちはその話を信じたのかい？全く証拠のないことだよ。信じたとは限らないと思う。でもいい口実ができた。やっぱり根本的な原因は幻冬計画なのか。ちょっとゆっくり話してくれよ。召使いも幻冬計画って言ってたけど、それは一体何なんだ？ごめん、僕も詳細は知らないんだ。ファティスのオンドリとフシャが手を組んで推し進めてる計画で、ファデュイのこれからの戦略に関わってるってことだけお父様から聞いた。神の心を無事手に入れたおかげで、ハウス・オブ・ハースは認められて、幻冬計画でとても重要な仕事を割り振られた。それっていいことじゃないのか？重要というのは危険に等しい。僕たちにとってはかなり困った事態なんだ。お父様も相当悩まされてるけど、それでも断れない。彼らの計画は合理的だし、僕たちに巨額の経費を与えた。でもこの計画を実行するとなると、こちらは多くの犠牲を払うことになる。これもある意味制圧なんだろう。彼らは情報を扱う部署をコントロールできないことに不安を感じてるんだ。On dirait que les Foitus sont en train de préparer un gros coup. Mais je vais pas arriver à en savoir plus. Lynn et les autres, je dois rester attentif la prochaine fois que j'ai affaire à eux. Enfin, je pense à ça. Le Nibu est si compliqué que je ne pensais pas. Mais si ça se passe dans ta maison, qu'est-ce que ça a de lien avec toi? Le Nibu est si compliqué que je ne pensais pas. Le Nibu est si compliqué que je ne pensais pas. Le Nibu est si compliqué que je ne pensais pas.一部の人は間違った行動をとってしまうかもしれない。クリーブの件を解決すれば全てが元通りになると思ってたけど、今の状況は思ってた以上に厄介だ。もしフィリオールたちをこのまま放っておいたら、お父様は遅かれ早かれ手を下すだろうね。お兄ちゃん、私たちは目の前のことに集中するしかない。うん、それもそうだね。今からフィリオールたちを訪ねてもすぐに成果が得られるわけじゃないし、むしろ逆効果だ。とりあえずまずはクリーブを送り出す方法を考えよう。もう遅いからひとまず戻って休もうか。明日日が昇ったらすぐに出発だ。リネット、今回は僕と一緒に来て。フレミネ、フィリオールたちが間違ったことをしないように見張りを頼むよ。今日はみんなお疲れ様。明日もよろしくね。おやすみ。Je dis pas bêtise, nous c'est voilà, c'est là. Petit dodo, tranquille. Toutes sortes de pensées vous traversent l'esprit.早く寝ないとなのに、全然眠れないぞ。もし召使いがリネたちのやったことを知ったら怒るかな。あいつ笑ってるだけでも怖いのに、もし怒ったら、うん、絶対にオイラのことを守ってくれよ。Comme d'hab, tu pourras te cacher derrière moi.やっぱりお前は頼りになると思ってたぜ。お、おい、あっちを見ろ。クラリ、誰かに見つかったらまずいぞ。急いで追いかけよう。はい、レッツゴー。Hey, t'étais juste devant, pourquoi tu te TP? Il t'a été au coin, il est au coin, il est au coin. Il est au coin, il est au coin, il est au coin.
Pongap. Mais là, tomate ça. Elle va regarder le soleil tout le matin. La lune, peut-être la lune plutôt. Crève. Chut. 誰も見ていないうちに窓を開けたの。ほら見て。外の景色が綺麗でしょ。残念だけど、それが私にできる限界なの。あなたたちから見て、私のしたことってバカバカしいでしょ。希望の見えない抵抗を続けるよりも、美しい夢の中で生きる方が楽だもの。クリーブ、一体何を知ってるんだ。ちゃんと説明してくれよ。いいわ。聞いたら後悔するかもしれないけどね。私を含めて、この家にいる人はみんなただの道具や消耗品に過ぎないの。利用価値のあるものは生かされ、価値のないものは博士の実験体にされる。死んだ方がマシという人をどれだけ見てきたか、もううんざりよ。それって全部召使いがやったことなのか。そんなことないだろ。確かに怖く見えるけど、そこまで悪いやつとは思えないぞ。うん、信じてもらえないって分かってたわ。みんな彼女をいい人だと思ってた。彼女こそが本当のお母様だって。お母様。でも彼女はその呼び名を怪我した。できることならもう二度と顔も見たくないわ。はあ、テルビーがここにいてくれればいいのに。あの子ならきっとこの気持ちを理解してくれるわ。Mère? Elle se fait appeler père. À moins qu'avant elle se faisait appeler mère, mais longtemps avant. Je dois avoir. Avoir. Intrigant. Hilby. またその名前か。な、なんか変な感じがしないか。オイラたちの会話、なんだか噛み合ってない気がするんだ。クリーブは本当に。オイラたちと話してるのか。それともだよな。でもまあ、何かオイラたちに打ち明けたいみたいだし、もう少し付き合ってやろうぜ。こんなに小さいのに心の中でいろいろ考えてるみたいだよな。風だわ。そろそろ窓を閉めないと。月が綺麗でしょ。あのね、あなたたちにだけ教えてあげる。スネージナヤの夜のオーロラは今夜の月よりも綺麗なのよ。J'aimerais bien voir ça。大人になったら一緒に見に行こうってテルビーと約束したのよ。でも最近テルビーの姿が見えないの。まさかあの子も。ふん、だってあの子は特別だもの。テルビーはお母様に気に入られてるの。お母様と話さなくちゃ。でも喧嘩したばかりだから会ってくれないと思うし、私もお母様に会う勇気がない。どうすればいいのかな。お前がクラブのプロセスプレイスウィーフェブルバーをでパーティア。何を考えてるのか全然わからないな。オイラたちも帰ろうぜ。明日は早起きしないといけないしな。全員揃ったね。今日も計画通りに動こう。Mais avant cela, j'ai une petite question. Est-ce que Hercule a déjà travaillé avec deux torées? どうしてそんなことを？実は昨日の夜、クリーブに会ってさ。あいつが教えてくれたんだ。オイラたち、スメールで博士に会ったことがあるんだ。あいつはすごく危ないやつってだけじゃなくて、悪いこともめちゃくちゃやってたぞ。お父様と博士に付き合いがないとは保証できないけど、お父様が彼と協力するとは思えないな。僕たちは同じ派閥じゃないし、互いを信用してない。協力するための基盤がないんだ。でもお父様が執行官になったばかりの頃、博士が
ハウス・オブ・ハースと協力したいと言ってたのは確かだよ。お父様はほとんどの提案を断った。秘密の実験を除いて。秘密の実験？もしかしてクリーブが言ってたのってそれじゃないか？違うと思うよ。秘密の実験が何なのかは知らないけど、それはハウス・オブ・ハースが単独で行っているものだ。博士は研究の方向性を提供しただけだから協力とは言えない。それに機密とされているのは実験内容に関することだけで、実験に参加した人のことは全て記録されてるから、クリーブが言ってたのとは全然違う。僕たちを信じてくれ。ハウス・オブ・ハースはファデュイに属してるし、君たちが受け入れられないようなことをすることもある。でも僕たちにだってそれなりのルールやモラルはあるんだ。ふう、それなら安心したぜ。正直、もし召使いが本当に博士と手を組んでひどいことをしてたんなら、どう向き合えばいいかわからなかったぞ。でもまさかクリーブは嘘をついたってことか？ウェルパンドゥノートパーソン。そんな風には見えなかったけどな。直接召使いに聞けたらいいんだけど、きっとそう簡単には教えてくれないよな。On pourrait poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait appeler mère? お父様は昨日帰ってこなかったから、まだ海岸の近くにいるはずだよ。よろしくね。リネット、ついてきて。フレミネも気をつけて。行動開始だ。Avec ce genre de vision, j'ai l'impression qu'on se fait observer. Et il y a eu cette vision aussi, il y a eu le haut de, du toit un peu plus tôt. Donc, voilà. De nouveau au bord de la mer, bah dis donc. Alors, ça va se demander quoi. Si elle n'a pas déjà capté quelque chose. Quasiment sûr qu'elle a déjà capté quelque chose. Elle n'est clairement pas idiote, soyons honnêtes. Quel jeu est toujours aussi beau, hein, même si je m'en somme pas à chaque fois, hein, mais magnifique. L'histoire laisse un peu plus à désirer, faut bien l'avouer. Personnellement, en tout cas, au niveau personnel. Mais. Bon, après, ici, on n'est pas dans l'histoire principale, hein, on est sur l'histoire des personnages. Ça a toujours été moins intéressant que l'histoire principale. また会ったな。疲れているように見えるが、昨晩はよく眠れなかったのか。まあちょっとな。悩み事が減ればぐっすり眠れるかもしれない。この後の予定は、戻って二度寝をするのか、それとも新しい話題を探すために頭を絞るのか。いささか興味があってね。今日は講師もいない。代わりにどんな理由で私をここに引き止めるつもりなのかな。C'était cool d'avoir ça。何の話だ。オイラたちはただおしゃべりに来ただけだぞ。まだこれといった案が浮かばないのなら、少し付き合ってくれないか。そう焦る必要はない。裏で動いている者たちとは出くわさない道で行こう。わあ、今日の海風は本当に気持ちいいな。Vous êtes donc au courant. 子供たちは大人の目を欺けると思い込みがちだが、小手先の企みなんかは私からすると一目瞭然だ。まあ、もう少し時間をくれてやろう。何分私は忍耐強いからな。私は先に行く。もし付き合ってくれるのなら、パレメルモニアの入り口まで来てくれ。En route. 君たちがお利口でいてくれたら、あの子たちはまだ生き延びられる望みがあるかもしれない。どうしたらいいんだ。さっきのあいつの口ぶりからして、きっとオイラたちのやってることを見透かっ。リベロンオアゾ。おお、リネが早くサインに気づいてくれるといいけど、やっぱりパレメルモニアには行った方がいいよな。
あいつにあそこまで言われていかなかったら、なんかまずい気がするぞ。Pas le choix. On va voir comment ça se passe. じゃあ急ごうぜ。あいつがしびれを切らしてリネのとこに行っちゃったら、それこそまずいからな。Par contre, j'avais pas encore filtré, mais les yeux de Arlecchino ressemblent au, au design de... du logo Xbox. En tout cas, peut-être l'ancien. Hop, on fait ça. On récupère ça. On récupère ça. Ouais, alors il faut que je vienne ici. Ah, bah de toute façon, je veux venir ici aussi, donc on va en profiter. Petit poids de TP ici pour récupérer le nécessaire. Quotidienne. Expédition. Pour récupérer. Tour démarré. Voilà. Ensuite. Ça. Ensuite. On récupère. Ça, on pourra faire la prochaine quête qui viendra un jour. Et maintenant, au palais. Ah, je dis ça, mais est-ce qu'il y a une nouvelle région ? Faudra voir. ここで話すとしよう。子供たちと仲良くしてくれて、私も嬉しく思うよ。子供の成長には良好な人間関係が必要不可欠だからね。召使い、お前、あいつらをどうするつもりだ？リネ、リネット、フレミネ。それにフィリオール、ナントゥイユ。かなりの人数だ。裏切り者に対し、私は常に平等な処置を下す。例外は一切ない。もしかしてあいつらを殺すつもりじゃないよな？陳情でもするつもりか？残念ながら家のルールは誰にも変えることはできない。家では皆自分の言動に責任を負わねばならないのだ。お前はあいつらに何の感情もないのかよ。お前のことずっとお父様って呼んでて心から尊敬してるのに。いかなる組織であっても感情でルールを変えてしまえば急速に瓦解してしまう。ましてやルールに厳しいことで知られるハウス・オブ・ハースだ。言うまでもないだろう。だが客人である君たちは処分対象ではない。これが君たちにかけられる唯一の慰めの言葉だ。Il n'y a pas d'autre solution? リネたちは命拾いぐらいできるだろう。しかし、フィリオールとナントゥイユを筆頭とする者たち、それにクリーブも。反逆を企てる者に対しては、検討の余地などない。秘密を抱えたまま生きて家から離れることは許されないからな。そんなのあんまりじゃないか。では、こうするのはどうだ？客人の顔に免じてもう少し時間をあげるとしよう。もし与えられた期限内にリネたちがクリーブを消して証拠を隠滅できたら目をつぶってやる。さもなくば悪事を企んだ奴ら全員に厳しい罰を与える。 J'espère que vous tiendrez parole。 ああ、約束しよう。それからこれは君たちに返す。もうなくすなよ。マジックバードの訓練にはかなりの時間を要する。息の根を止めるのは少々忍びなくてね。どこで捕まえたんだ？さて、おしゃべりはここまでにして本題に入ろう。君たちをここに来させたのは私にパレメルモニアで話し合わなければならない要件があるからだ。君たちとは関係のないことだが付き合ってもらう。リネたちに状況を知らせようなどとは考えない方がいい。ちょうどいい時間だ。行くとしよう。La chute de l'histoire. Tu m'as très rigolo.
久しぶりにお目にかかる、ヌビレット殿。面会の申請がこんなにも早く承諾されるとは、パレメルモニアの事務の効率には頭が下がるばかりだ。名高い外交官に対し尊重を持って接するのは当然のことだ。客観的要素からすれば、神の心を贈与した時が最後の面会になると思っていたのだが、それに旅人とパイモンも同行しているとは、どういった要件だろうか。私は間もなくフォンテーヌを離れる予定なのだが、その前に少し気がかりなことがあってね。一言二言では説明が難しいゆえ、提案書を用意してきた。お目通しいただけたら幸甚だ。ご要望の詳細は理解した。ただ無礼を承知で言わせてもらうが、召使い殿がそうする理由がわからない。ヌビレット殿は水を味わう趣味があると聞いた。では水を例にして説明しよう。家は巨大な湖にも似た場所だ。無数の川が流れ込み、また無数の川がそこから流れ出ていく。毎日その湖を眺めていると、流れ出ていくすべての川が海へとたどり着くことを願わずにはいられない。だがそれは不可能であると現実に知らしめられてきた。ほとんどの川は途中で乾き、もしくは土に染み込んで跡形もなく消えてしまうのだ。そういう海にたどり着けない水たちに存在の意味を与えたいと私は考えている。例えば両岸の田畑を潤す、もしくは誰かのカップに注がれる甘い泉になるという存在意味をね。な、何言ってるかわかるか。俺もはっきりさせておかなければならないことがある。たとえどんな美辞麗句でごまかそうと、濁った水を飲みたいと思う者はいない。かつて濁っていた水と言うべきだろう。水に混じった泥をろ過し、本来のきれいな状態に戻しておく。だからその点はご安心いただきたい。取引ということだが、詳細についてお聞かせいただけるかな。もしヌビレット殿が提案を受け入れてくださるのであれば、徐々にフォンテーヌから勢力を撤退させる。今後不可避な場合を除き、フォンテーヌで特殊任務を遂行することはないと約束しよう。ラルドフ暗殺事件のようなことは今後起こらないということでいいのだな。寄付金を横領したあの偽善者のことか。彼の死には心から追悼の意を表す。だが現時点でハウス・オブ・ハースが関わっていたという証拠はないはずだ。無論もしヌビレット殿が提案を受け入れてくだされば、今後そういった厄介事が減るよう力を貸すことはできる。一切隙のない物言いだな。いいだろう、その提案を受け入れよう。ご承諾に感謝する、ヌビレット殿。では取引成立だ。私たちはそろそろ失礼する。スネージナヤの湧き水を二瓶ここに運ばせた。今度お会いした時ぜひ感想を聞かせてもらいたい。ああ、またくれぐれも約束を忘れぬよう。さあ旅人、パイモン、行くとしよう。C'est pas l'occasion de parler à Neuvillette. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir. Ok. 前にも言ったように、私はたやすく他人の感情に共鳴ができる。しかし、あの執行官とは何度か会ってきたが、何も感じ取ることはできなかった。あの者の心はまるで薄暗く底知れぬ湖面のように、波一つ起きていないのだ。生まれつきそうなのか、それとも自らの意志で感情をコントロールしているのか、
どちらにせよ危険な人物であることに変わりはないだろう。君たちが同行している理由は聞かないが、くれぐれも身の安全には気をつけてくれ。Merci du conseil. Ça c'est cool. Allez hop, quittez le palais. Meshitsukai, saki no Nubilet to no kaiwa.一体何の話をしてたんだよ。湖とか川とか言ってたけど、もしかして水に関連した工事の話か。好奇心をかきたてられたのかな。だがそれよりも大事なことがあるのでは。そうだった。リネの方はどうなったんだろう。何かいい方法を考え中なんだよな。頼んだぞ。Avec un simple détendu, mais elle ne plaisantait pas tout à l'heure. Les enfants qui la trahiront seront tués. Comment l'arrêter ? Non, il y a autre chose dont on doit s'occuper d'abord. Pendant notre conversation devant le palais Bermonia, on a parlé de Clairvy. C'est elle de qui il s'agit depuis le début.大丈夫か？すまない。新聞を売ることで頭がいっぱいで前を見てなかった。Désolé, j'ai pas fait attention non plus. そうだ。お詫びとしてよかったらこの新聞を受け取ってくれ。J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, lui. いやいや、それは悪いぞ。気にしないでくれ。まだたくさんあるし、日にちが変わったらタダであげても誰も欲しがらないからな。なあ、少しでも多く稼ごうと多めに仕入れた自分が悪い。今日に限って新聞を買う人が少なくてまだ売れ残ってるんだ。どうかしたのか。あ、いや、こちらの方にぶつかってしまって。じゃ、俺はこれで。待て。賠償が必要ならちょっと今は手持ちがなくて。新聞を3部いただこう。代金だ。え？あ、ありがとうございます。神のご加護があらんことを。あなたのような気前のいい人に毎日出会えたらいいのに。ああ、いや、冗談さ。明日は仕入れをほどほどにするよ。もうすぐ結婚するからって焦っちゃいけないな。じゃあ、失礼。用事は済んだ。船でポア村長に戻るとしよう。これで道中新聞を読んで暇を潰せる。またもう少しブラブラしてもいいか。そうだ、おいらお腹が空いてきた。お腹いっぱいにならないと帰れないぞ。Mais moi, essaie de nous faire gagner du temps. Si nous rentrons maintenant, je doute que les autres auront eu le temps de faire quoi que ce soit. まだ淡い幻想を抱いているようだな。もう少し時間を稼げれば状況が好転するのではないかと。私には意味のない悪あがきのようにしか思えないが、だがもし私の友情権に応じてくれればリネたちにもう少し猶予をあげてもいい。それから君たちの疑問にも答えよう。例えばクリーブの正体について。そして私とはどんな関係だったのか。レポラプロメス。急に気前よく振る舞うなんて、まさかオイラたちに悪いことをさせようって魂胆じゃないだろうな。自身の力を過大評価しているようだな。君たちに悪事をなせるほどの天秤は見受けられなかったよ。うい。じゃあ何が目的だ。交渉で最も重要なのは利益の交換だ。一方的な要求や脅迫では望む結果をもたらすことなどできない。ああ、その条件というのは、必要な時、君たちが最も適切だと思う選択をもって、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。俺、
別に変な条件じゃないな。でも必要な時ってどんな時だ？そこは君たちの判断に任せよう。C'est acceptable. 交渉成立だ。ついてきたまえ。En tout cas, ça semble l'être. Pas de TP vraiment disponibilisé aux environs. Bon, bah, ça sera plein mieux, ok, ça. C'est pas grave. On va faire avec, hein. Katana. Putain, ah oui, à bord comme ça peut m'arrêter. J'avais oublié que le bord pouvait m'arrêter. En général, c'est 10 000, voilà. Parfois, c'est un peu plus, mais en général, c'est 10 000. On est proche d'une limite ou quoi? Ah oui, ouais, on est proche d'une limite, là, en effet. D'ailleurs, je voulais vérifier. Il y a une nouvelle zone qui s'est ouverte ou... Ouais, tout ici. Waouh. Tout ici, c'est normal que je peux pas être plus haut. En fait, on a quoi? Ça a l'air ça. Sumeru. C'est toute la zone centrale. Mais ça, je pense que c'était déjà avant que je l'avais pas fait aussi. Par contre, il me semblait que je pouvais aller plus haut. Bon, c'est pas grave. Alors, soit en effet, la zone que je viens de montrer là au milieu, c'était déjà le cas. Et donc, il n'y a pas de nouvelle zone. C'est possible, hein. Ou c'était pas le cas, et voilà. Mais il me semble que c'était le cas. Il me semble que ça me dit quelque chose. Bon, peu importe. Honnêtement, on s'en fout. Matakushi to tamo ni amayodori o shimashou. Mata ato de koyo. Ima wa hoka o tansaku shiyou. C'est pas chier. Uraraka na hiyori desu. Doko ka e ikimasen ka? Voilà, on y est. ここは何の変哲もない廃墟だが、かつては立派な建物だった。今や壊れた壁しか残っていないがね。ここを訪れる人も、ここで何が起きたのか興味を持つ人もいない。だが、これから話す物語はここと関係している。私がまだ執行官になる前、そしてリネたちもまだハウス・オブ・ハースにやってくる前のことだ。私はとある理由でクリーブの息の根を止め、それから彼女の母親を殺した。クリーブを殺したのはお前だったのか？そう焦らず聞いてくれ。ではクリーブの視点で最初から語るとしよう。Et la mère de Clairvy, je pense pas que c'est sa mère biologique, ça doit être la mère. En tout cas, la personne qui se faisait appeler mère.Et que Harley Keynote, ce serait la fameuse Pini, ou je sais plus comment elle s'appelle. La meilleure amie de Harley Keynote. De... Elle. J'ai été envoyé à la maison de Kurusebina. La maison était comme un monde de l'histoire. Il y avait des enfants gentils et des enfants bons qui vivaient ensemble. Il y avait un endroit de l'instrument. Kurusebina était un homme de l'époque.つまりハウス・オブ・ハースの責任者であり、クリーブだけでなく、すべての子供たちのお母様だった。クリーブはここで何の憂いもなく生活を送っていたが、この家が童話の世界などではなく、名実ともに煉獄であることに気づくまで、そう時間はかからなかった。煉獄？ああ。ハウス・オブ・ハースは世界各地の戦争孤児を受け入れていたが、孤児たちをどう育てるかは権力者の思想次第だった。クルセビナはとても斬新なアイデアを提案した。
子供たちに戦う術を教えて殺し合いをさせるというものだ。その戦いは最も才に恵まれた王が勝ち残るまで続く。その過程で生じた死傷者の数は計り知れない。そして死者を除き生き残った負傷者でさえ無駄にされることはなかった。彼らは博士のところに送られて実験材料になるか捨て駒として危険な任務を割り当てられたんだ。クリーブが言ってた実験ってそういうことだったのか。その後クリーブはどうなったんだ。クリーブはクルゼビナの実の娘だってさっき言ってたよな。クリーブが頼めばクルセビナも耳を傾けてくれたんじゃないか。ナイフ、手ナイフ。クルセビナは娘のクリーブに対して何の感情も抱いていなかった。ハウスオブハースに連れてきたのはお母様として皆を平等に扱っていることを見せるためだ。母親を説得できなかったクリーブは表立った抗議を試みた。だがクルセビナが紡いだ甘美な夢に浸っている子供たちは偽りの幸せを抱きしめるばかりだった。だが一人例外がいた。クリーブと同じ年でハウスオブハースの真相を知った子だ。その子の名はペルヴェール。 Est-ce que je pense c'est possiblement son ancien nom avant qu'elle devienne elle-même Arlecchino, mais ce n'est que mon hypothèse. あ、思い出したぞ。クリーブが言ってた友達のことだよな。友達か。とりあえずそういうことにしておこう。明るく情熱的で自由な人に生まれながらにして反抗精神を持つクリーブとは違ってベルヴェールはとても冷酷な人間だった。そういう性格だからこそクルセビナの企みを見抜くことができたのだろう。そして冷酷だからこそ彼女は最初お母様に反抗しようなどとは考えなかった。殺し合いで最後まで生き残れる自信があったからな。何はともあれ冷静さを保っていた二人は自然と仲を深めていった。クリーブはペルヴェールに自分の描いている夢の話をたくさん聞かせた。誰も犠牲になることのない本当の家を作りたいとね。彼女は行動でその決意を証明した。何度も逃げ出し何度も他人に助けを求め何度も真相を暴こうとしたんだ。その度処罰で全身が傷だらけになったがその決意が揺らぐことはなかった。歯を食いしばって痛みに耐えながらも彼女はつま先立ちで窓を開けペルヴェールと一緒に夜空の月を眺めた。その瞳は自由への憧れであふれさんさんと輝いていた。そしてやがてその輝きは消えていった。嫌な予感がするぞ。その後どうなったんだ。彼女が感じた絶望は具体的な出来事によるものではなく数えきれないほどの失敗によるものだ。10年が経ち二人とも大きくなってもなお脱出の目処は立たないままだった。そんな中ペルヴェールから一つ提案があった。逃げられないのならいっそのこと虚栄で飾られた玉座に座るお母様を暗殺してしまおうとね。クリーブはその提案を断った。一つ目の理由は名高い執行官としてクルセビナは想像を絶する強さを誇り暗殺の成功率が非常に低いからだ。もう一つの理由についてクリーブが口にすることはなかった。だがペルヴェールは気づいていた。クリーブはクルセビナのことをまだ母親だと思っておりその血筋を断ち切れずにいるのだと。逃げることも抗うこともできないのなら残る道は一つだけ。レムは、ああ君の推測通り彼女が解放される唯一の方法は死だった。決闘場に立った彼女の相手はずっと共に歩んできたペルヴェール。過酷な戦いを経てクリーブは自らペルヴェールの手によって命を絶つことを選択した。烈火で焼き尽くされた地に大雨が降り注ぎ
全てが洗い流された。無数の死骸を踏み潰して一人勝ち残ったペルヴェーレは唯一お母様に認められた王となった。振り返れば10年前から自分が生き残るこの日を予測していた。ただ王座につくことができた時、彼女の胸に満ちていたのは喜びではなく名乗しがたい苛立ちだった。さてここで一つ問おう。苛立ちを鎮めるためにペルヴェーレが取った行動は何だったと思う？Tu es la personne au sommet. クルセビナを殺すことか。でも正解だ。ペルヴェーレは親友を殺してから1年後、同じ場所で二人にとってのお母様を激しい戦いの末に殺した。手にかけたその瞬間、彼女の頭の中に善悪の判断など一切なかった。ただ生き残った者だけがルールを書き換える資格があるという家の決まりだけが脳裏に焼き付いていた。ペルヴェーレは勝った。新しい執行官となった彼女に女皇陛下から新しい名が授けられた。アルレキーノ。え、お前がクリーブの言ってたペルビ、いやペルヴェーレだったのか。アルレキーノって後からつけた名前だったんだな。C'était votre histoire tout autant que celle de Clavie, mais bon, on l'avait dit d'ailleurs. もう長いこと使っていない名前だ。久しぶりに口にするとどうにも懐かしい気分になるな。その後私はクルセビナが使っていたお母様という肩書きを廃止し、自分の本名を捨てお父様アルレッキーノとしてハウスオブハースの再建に取り掛かった。物語はここで終わりだ。聞きたいことはあるか？Qui est la Clavie que nous avons rencontrée alors? さっきのお前の話からすると、クリーブが死んだ時はもう子供じゃなかったんだろ？あの幽霊、いや、亡霊って言った方がいいかもな。あれは一体何なんだよ？あれは炎の中から生まれた巨像、あるいは余人と言うべきか。私の血筋には呪いに近い力があってね。私の炎に飲まれたものはこの世にある種の残影を残す。とはいえクリーブのように独立した意識を持つ個体が形成されるのはごく稀なことだ。クリーブが死んだのは16歳の頃だったが、その余人は6、7歳の姿をしている。他の部分の姿や記憶はほとんど焼き尽くされてしまったからね。人の記憶は実に不思議なものだよ。その一部が失われることによって自己認識も変わってしまう。10年間の記憶を全て失えばまだ子供だった頃の過去に戻る。道理でクリーブと話してた時なんだか変な感じがしたわけだ。こう言った方が分かりやすいだろう。彼女は時間に閉じ込められている。私たちがいる今ではなく彼女だけの過去を生きているのだ。じゃあクリーブがハウス・オブ・ハースに隠れてたのをお前はとっくに気づいてたのか？ああ、彼女の存在は不安定だが子供たちを見守ってくれているようだった。何人か危機を救ってくれたことさえある。同時に私を避けながら彼女自身の視点から見た真相を会った人たちに伝えているようだがね。残影は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。クリーブを太陽の下に連れて行こうとして失敗しただろう。理由は簡単だ。彼女にとって家は逃げることができなかった場所。その認識を覆すことはできないからさ。だが心配は無用だ。直に私が再び彼女を殺し余人を消すからな。待てよ。あいつを消したい理由は分かったけど、本当にそうするしかないのか？今のあいつは6、7歳の姿で止まってるけど、お前の友達だったんだろ？せめて面と向かってあいつと話した方がいいんじゃないか？もう遅い。ルールを破った以上罰を与えられるべきだ。クリーブだけではない。彼女の影響を受けた
フィリオールやナントゥイユも。私とクルセビナの違いは、異なるルールを作った点であって、ルールを守ることにおいては何ら変わりない。それこそが家を形作る土台だと理解してほしい。本当にそれでいいの？何がだ？グリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？暗殺者として、そしてお父様として、タブーな感情が2つある。憤怒、そして干渉だよ。憤怒は衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。さて、そろそろだろう。ここに来る前、夕方になったら悪い子をここまで連れてくるようにと、いい子たちに言いつけてある。約束通り、猶予をかなりやった。さあ、結末を楽しみに待とうではないか。お父様、みんなを連れてきました。これから処刑するのかな。処刑を見るのは初めてだ。リネ！ごめん、話は聞いたよ。たくさん時間を稼いでくれてありがとう。だけど結局、クリーブの願いを叶える方法は見つけられなかった。あ、もしかしてペルビー？ああ、久しぶり、クリーブ。ペルビー！し、そこから動くな。昔話をする前に、君たちの罪を清算しよう。お父様、今回のことは。下がっていろ。お父様。君たちは家にとって脅威となる人物をかくまった。処罰を受けて当然だ。だが全体的に見れば、君たちの罪は一番重いものではない。故に少々多めに見てやってもいいだろう。しかしその前に、家を裏切った者は全員処分しなければならない。家を裏切ったって、私たちのことですか？お父様、説明させてください。俺たちは。フォルツ、集めた情報を報告したまえ。はい。3回目の夜の会合、参加者フィリオール、ナントゥイユ、ソット、タディエ。ナントゥイユ、当時俺たちを受け入れたのがお父様じゃなかったらよかったのに、とはっきり言っていました。ソット、誰だって普通に生きたいって思うよ。今の生活にはうんざりだ、と相槌を打っていました。フィリオールはもっとひどいことを口にしていました。家の他のメンバーのことをイカれた奴らと言った上に、言葉の端々からお父様への不敬が見えました。そんなこと言ってない。違う、フォルツ、デタラメを言わないで。聞いたのは俺だけじゃない。その後、タディエを含むたくさんの人がクリーブから聞いた数々の話について議論し始め、お父様を問い詰めるための材料を集めていました。今のままじゃカゴに閉じ込められた鳥と変わらない。カゴを破るしか方法はないわって言ってただろう。あんた、私に消えてほしくて仕方がないんでしょ。何か恨みでもあるの？それにシャプロ、あんたが倒れた時誰が看病したかもう忘れたの？なのにどうしてこんなことを。フィリオール姉ちゃん、誤解しないで。シャプロ兄ちゃんも俺も家族が死んでほしいなんて思ってない。嘘つき。ならどうしてこんなことをするの？どうして私たちを死地に追い込むわけ？俺たちはみんなハウス・オブ・ハースの一員だからだよ。普段それぞれ任されてる仕事についてはフィリオール姉ちゃんも知ってるだろ。家を裏切るってことは十数人、いや何十人もの犠牲を出すことにつながる。前にもこんなことがあった。俺よく覚えてるもん。だからハウス・オブ・ハースではどんな形の裏切りも許されない。ポア村長に来てから姉ちゃんたちは7回も密談をしてるし、明らかに一線を越えたような話もたくさんあった。
半月前から私たちを監視してたの？待って、もしかしてボア村長に引っ越したのも私たちが裏で連絡を取りやすくするため？そう、とっくに罠を仕掛けてたのね。すまない、フィリオール、なんという。クリーブ、それに君たちは俺の命の恩人だ。もし以前中毒を起こした時に君たちが助けてくれていなかったら、俺は今日まで生きていられなかった。他のことなら命を懸けてでも恩を返そう。でもルールはルールだ。俺にはどうしようもない。どうしてどうして。諦めよう、フィリオール。過ちを犯したのならその席を追うべきだ。俺たちの行為がルールに反したものであったことを否定するつもりはない。シャプロー、フォルツ、ごめん。お父様、申し訳ありません。さあ、処刑を。シャプロー、ハウス・オブ・ハースのルールにのっとり裏切り者をどう処分すべきだろうか。すべての裏切り者は代価として命を差し出さなければなりません。なら、その通り執行しろ。待ってください、お父様。何か言いたいことでも、リネ。お父様、どうか考え直していただけませんか。フィリオールたちの行為は果たして本当に裏切りと見るべきでしょうか。僕たちは皆どうしようもない家庭からやってきました。そしてハウス・オブ・ハースの一員になったその日から、ここを真の家にしたいと誰もが願ってきています。しかし、真の家とはどういうものなのか、僕たちは誰も分かっていません。もちろん僕自身もその答えを知らない。でもこのままフィリオールたちを処刑してしまえば、ルールを守ることはできても真の家からどんどんかけ離れてしまうのではないでしょうか。どうかもう一度お考えください、お父様。私もお兄ちゃんと同じ考えです。お父様、どうか。リネ、みんな。俺もリネに賛成です。お父様は命令を撤回しない。だが、もし君たちが心を決めたのなら、武器を取って前に出たまえ。武器を取って。お父様、決闘のことでしょうか。その通りだ。家のルールが変わることはない。故に裏切り者は必ず罰せられる。しかし、決闘も家のルールの一つだ。もちろん私にも適用される。君たちが十分な力を発揮できれば、私を説得し譲歩させることができる。お父様に勝てたら。無理だよ、たとえリネ兄ちゃんでもお父様との差はでかすぎる。旅人、今の聞いたか？召使いとリネたちが決闘するって。どうすればいいんだ。リネたちに賞賛はあるのか？もし負けたら、あいつら処刑されちゃうぞ。って、何考え込んでんだよ。Non, il est pas déjà assez pensé. Les exécuter était-ce vraiment... Est-il ce qu'elle veut vraiment? Sinon, elle va pas proposer duel.クリーブにちゃんとお別れを告げたくないの？フンヌは衝動を引き起こし、干渉はためらいを生むからだ。Tout à l'heure, elle n'a pas vraiment répondu à ma question. Ce
qui rend sa réponse assez évidente. Messitskai ga wazato makete kuretara ii kedo. Ano hyoujou kara shite tekagen suru tsumori wa sarasara nai mitai da zo. Finalement, on ne parlerait jamais exprès, mais. 普通お客さんがいるときに家庭内のトラブルが暴走することはなかなかない。必要なとき、君たちが最も適切だと思う選択を持って、ハウス・オブ・ハースを一度だけ助けるというものだ。どうしたんだ？おい、どこ行くんだよ！旅人？J'aimerais voir personnellement l'étendue du talent de la quatrième exotrice si ce n'est pas tué. Puis-je ? 強化しよう。ちょうどここを決闘場にすれば良さそうだ。君たちに望むのはただ一点。武器をしっかりと握り、全力で戦うことだ。油断すれば、命を落とすことになるぞ。Allez. Ça fait longtemps que j'ai pas pu me battre sur Genshin. Oh, la musique.On en profite un peu. Koi. Masaka. Sare. Ah, une belle musique. Ah, ça bouge tout seul. Koi.Voilà, je vais faire ça. Comment savoir?私と打ち合う。少しはまともになった。C'est pas où ils sont pour attaquer à chaque fois là. 私と打ち合う。稲光、すなわち永遠なり。ご安心を。頑張って。Ça n'est pas. Engagement vital et les soins. Lorsqu'un personnage cumule un autre engagement vital, les soins nécessaires pour faire disparaître l'engagement vital se cumulent également. L'engagement vital a très longue durée et s'il n'est pas activement annulé ou supprimé par une statue des 7. L'engagement vital absorbe les effets de soins reçus par un personnage qui l'empêche de récupérer. Ah ah ah. Ok, ça.の投影に過ぎぬ。気をつけて。貴様を見せてくれ。漠然と逃げ惑う。囚われを獣の群れのよう。うほう。私と打ち合う気か。頑張って。漠然と逃げ惑い、囚われを呪く獣の群れのようだ。煉獄の投影。ダウン開始だ。身を寄せられる雲の糸はどこにもない。これ注目。
燃え上がる炎で。いいだろう。私たちの資格を認めてやる。あの甘くたぶん。君のもがく様を見せてくれ。Bon, le combat est pas très très cool. Impressionnant pour l'instant, soyons honnêtes. Je crois pas qu'elle se donne à fond parce qu'elle a pas de tenue particulière ou quoi. À sortir. Sortir beaucoup moins maintenant. Ok. Elle est classe. Elle est classe, ouvert.届けるといい。今だ。ここよ。運命の距離。見切りました。ご安心を。やべえもの。お父様の動きをよく見て気をつけて。クルセフィクション水面に映るのです。無我の境地。ここよ。実月が終焉を迎え、滅亡は繰り返される。水中玄関、運命よ、ここにいてよ。騒乱の憩い。お父様の動きをよく見て気をつけて。逃げ道はありません。Cinématique. Classe. 一箇所に固まらない方がいい。己の力のなさを謝るのか。出したのか。予想よりも少し強いような。おお、赤黒い月。体が
だが私にはまだ勝てない。On a vaincu de Toré, mais elle, ça passe pas encore. ここまでだ。せっかく客人が来ているのだし、あまり醜いところは晒したくない。お兄ちゃん、大丈夫？リネ。約束通り、決闘の勝者である私の言うことを聞いてもらう。さあ、処刑を続けよう。お願い。こんな形でお別れすることになるなんて。ただ、リネたちが決闘で見せてくれた力と決意を鑑み、別の方法で君たちを殺してもいい。アイロアール、預けていた兵中の炎はまだ持っているか？はい。何に使われるか分かりませんが、ずっと大切に保管していました。一本もなくしていません。後ほど彼らに飲ませろ。飲ませたらしっかり見ておいてくれ。兵中の炎？ああ、ある極秘実験の産物で、特殊な条件下で私の体から剥ぎ取って保存した炎だ。飲み込んだ後、灼熱の痛みが神経の隅々にまで広がる。その後、君たちの体はそのままに、記憶だけが焼き尽くされる。その激痛に耐えられれば、再び目覚めた時、君たちはハウス・オブ・ハースに関する全ての記憶をなくしているだろう。そして家から追放されることになる。言い換えれば、私はハウス・オブ・ハースで育った君たちを殺し、新しい身分を与えるというわけだ。Je vois la tête du vendeur de jouets, Alexandre du Palais Mermonia me disait quelque chose. C'était donc ce Aurore qui figurait sur la liste des exécutions. Il n'a donc pas été exécuté à proprement pour parler. Les gens qui ont été exécutés sont vraiment étonnants. Son équipe a été exécutée par le fait que.自己認識も変わってしまうのだから。Si je comprends bien, elle est comme elle estime l'avoir vraiment tué. Le horreur qui vivait au sein du foyer de la Trémor. C'est quand même mieux comme méthode que de faire leur vie. お父様、あ、私たちを許してくださるのでしょうか？誰一人見逃すつもりはない。記憶は極めて重要な媒体だ。今私の目の前にいるフィリオールは劣化に焼かれ、秘密を抱えたまま死ぬ。そして生き残るのは赤の他人だ。それでも、それでも、もう怯えながら生きるのは嫌です。期待を裏切ってしまい申し訳ありません、お父様。でも私、もうこれ以上。もう泣くな、フィリオール。まだ家にいる限り家のルールは守ってもらう。憤怒は衝動を引き起こし、感傷はためらいを生む。感情に心を左右されるな。はい、覚えておきます。涙を拭いて君たちが望む人生を追いかけるといい。はいはいはい。シャプロ、フォルツ、アイロワル、彼らをポワソン町まで連れて行ってくれ。リネたちもな。兵中の炎は三つ余分に用意した。あとは君たちの選択次第だ。みな、達者で。次に会った時、私はもう君たちのお父様ではなくなる。これまで家のために貢献してくれたこと、感謝する。君たちに明るい未来が待っていることを祈っているよ。みんな行こう。
リネ兄ちゃん、俺の肩に捕まって。ありがとう。クリーブ、やっと話していいの？ずっと見てたんだよ。本当にペルビーだ、久しぶり。でもどうして急に大きくなったの？もしかして私未来にタイムスリップしちゃった？それとも夢を見てるのかな？本当に長い夢ね。どちらでもない、クリーブ。君はもう死んでいるんだよ。そんなストレートに言わなくてもいいだろう。クリーブがショックで固まってるぞ。C'est vraiment une version plus jeune de Clarvie. Je pense qu'elle en a sans doute assez des mensonges. そういうことだったのね。すんなり受け入れたな。うん、ペルビーが言ったんだもの。ペルビーは嘘をつかないから。それになんで私が今の姿になったかより未来がどうなるかの方が気になるの。ペルビーが執行官になったってことはお母様はもうこの世にいないってことだよね。教えてくれる？ペルビー、お母様と私はどうなったか、結末を知りたいの。君は運命と向き合い、抗うことを諦めなかった。最初は誰も君の話を信じなかったよ。だから君は月に悩みを打ち明けた。そしてある日の夜、二人で一緒にスネージナヤのオーロラを見に行こうと、私と約束を交わした。それから君は何度も脱出を試みたが、その度捕まった。お母様が君を生かしておいたのは優しさゆえではなく、ゆっくりと君を苦しめ他の人に裏切った結果を知らしめるためだった。だがそれでも君は諦めなかった。そしてお母様は殺し合いを重ねることによって子供たちの中から最も優秀な王を選ぼうと考えていた。それに対し君は皆で団結して引き分けにすることで犠牲を減らそうと呼びかけたんだ。結果から見れば少し時間を稼いだだけだったが、君は皆に希望を与えてくれた。君は思いつく限りの方法を試したが、その全てが失敗に終わった。だが君の剣がクルセビナ、あるいは私に向けられることはなかったよ。ある重々しい暗い日に君は私にこう言った。16年間私はずっと自由を追い求めてきた。でも今になって気づいたの。私に与えられた唯一の自由は自由に死を選ぶ権利だったってことにね。そんなことを言うなんて、きっと相当疲れてたんでしょうね。でも未来の自分を理解できる気がするわ。お母様の計画だと私たちの中で最後まで生き残れるのは一人だけであれば、その一人はあなたであってほしい。もう一度選べるとしても私は同じ選択をする。初めてあなたに会った時から思ってたの。あなたならきっと私に叶えられなかったことをやり遂げられるってね。そうか、君が追い求める自由とは何だったのか今もなお私には理解できていないのだが、ハウス・オブ・ハースのお父様として子供たちには最低限の自由を与えているつもりだ。自らの運命を選ぶ自由をな。フォンテーヌの最高審判官と事前に話を取り付けてきた。家を離れることを望む者は秘密を忘れ静かにこの国で暮らすことができる。彼らの過去が追及されることはない。無論彼らにおのずと勝利の果実が渡されるわけではない。自らの意思を私に証明し、その手で勝ち取る必要がある。そうやって手に入れた自由にこそ価値があるからな。それで十分。私が追い求め続けてきたのはまさにそれだもの。私から見たペルビーは優秀な王でいいお父様だよ。あなたがハウス・オブ・ハースを継いでくれて本当によかった。まあ
心残りがないって言えば嘘になるけどね。私まだ外の世界を見たことがないから。ならちょうどよかった。こちらの二人の客人は様々な国を訪れ、数多くの場所を旅してきたそうだ。外の世界の話を聞かせてくれるだろう。本当？もちろん。オイラたちいろんなとこを旅してきたんだぜ。語るとなると三日三晩あっても足りないぐらいだ。Juste avant. Salut Ilan, j'espère que tu vas bien. Et on continue. Soit le vent et la liberté. Vu qu'elle voulait la liberté, on va lui parler du vent d'abord. Je suppose qu'on pourra leur parler, lui parler des autres aussi. En fait, j'ai pensé que je voulais devenir un homme d'or. J'ai pensé que je voulais jouer avec le vent avec la liberté. Même si les gens ne me connaissent pas, je voulais continuer de jouer avec le vent avec la liberté.Proche et contrat. N'arrête. Mora a そうやって生まれたんだね。初めて知ったよ。もしモラがあったら、新しいスカートを3枚買いたいな。ペルビーと私、それからお母様の3人で1着ずつね。でも、ペルビーはスカートが好きじゃないし、お母様も。多分もらってくれないかも。なら、私が日替わりで着てもいいよね。Les dialogues sont parfois longs, mais ils sont relativement intéressants, donc enfin, ça dépend lesquels. Mais... Anata a dit que les yokai ont quelle forme ils ont? Ils ont un visage de peur et ils ont une tête de serpent. J'ai vu ça dans la réalité, mais il y a des yokai dans le monde réel? C'est des démons? Bien sûr, moi, j'ai vu ça dans la réalité, mais tu n'as pas peur de ce que tu dis.スメル、お母様に戦い方を教わってた時はいつもおどおどしてて、一瞬でも気を緩めることは許されなかった。教練院で授業を受ける時はこっそり勉強以外のことをしてもいいのかな冗談だよ。命の危険もなく好きなことを勉強できるってきっと幸せなことでしょうね。Voilà les différentes nations que vous avez visitées à Clavie. La conversation finit par revenir sur le sujet de Domfden, son pays natal. Rine たちは容疑者として法廷に立たされて裁かれる寸前だった。え、そんな、それでどうなったの？その時、名探偵パイモンが登場して一気に形勢を逆転したんだ。一体どうやって？早く知りたい。かはん。よーく聞けよ。マジックが失敗した後、オイラたちはすぐ現場に駆けつけて。Elle écoutait attentivement pas et me racontait nos aventures à Fontaine. Elle a l'air heureuse comme si tous ses problèmes avaient disparu. Peut-être que c'est la première fois qu'elle réussit à se détendre pleinement. Mais... jusqu'à quand ? Zan'e は学習や成長することができない。新しい情報に触れても時間とともにすぐに忘れてしまう。Elle oublia sûrement tout ça avec le temps et redeviendra cette petite fille effrayée qui se cache dans l'ombre. J'étais tellement perdu de mon pensée que je n'ai pas vu le jour se lever. Creeve. Oh. 影の下で。ハウス・オブ・ハースに抗い続けてきた君に、私は執行官召使いとして処罰を通告しよう。君をハウス・オブ・ハースから追放する。君は家から離れ、ここのルールにも縛られなくなる。はあ、私家から離れられるの？はあ、私もあなたたちから聞いた外の世界を見られるの？忘れてた。もう大人になれないんだ。でも大人になったあなたに会えて本当に嬉しかったよ、ベルベーレ。元気でね。じゃあまた。あ、来世で会おう。
クリーブ、こんなに早くお別れしなきゃいけないなんて、オイラまだ話せてない物語があるのに。実は私も彼女に伝えられなかったことがある。例えばスネージナヤで見たオーロラは絵本に描かれたのと同じように美しかったこととかな。日が昇れば新しい一日が始まり、残影の記憶もリセットされる。これ以上先延ばしにすれば別れを告げる時間すらなくなってしまう。悔いは昨日に留めておこう。お父様。あ、リネだ。おーい、リネ。なんで戻ってきたんだろう。早く行ってみようぜ。お父様、あの炎を飲んだフィリオールたちは目が覚めた後家から出て行きました。君たちはどうする？選択肢を与えてくださったこと感謝します。でもここを離れようと考えたことは一度もありません。僕たちにとってここが唯一の家ですから。リネットとフレミネも同じ考えです。二人は先にブーフドエテの館に戻って休んでいるので、僕が代わりにお伝えします。私がリネに何を期待しているのか君も分かっているはずだ。君に次の王を託したいと。君自身はなりたくないようだがね。だからこの木に出ていくだろうと思っていた。それも悪い選択ではない。王座に無理やりつかせられてもずっとその座にとどまることはできないだろう。穏やかに暮らした方がよほどいい選択かもしれない。どうして僕が次の王にふさわしいとお父様が思われたのか正直よくわかりません。君は勇気と才能を持ち合わせている。そして最も大事なことは家族を大事にしている点だ。家族を守るためなら君は死ぬことも厭わない。今回お父様に寛大な処置をしていただけたのはリネが身を挺して戦ってくれたからだ。リネ兄ちゃんは英雄だよ。英雄、本当の英雄はお父様なのに。もしあの時お父様が全力を出していたら、僕たちはひとたまりもなく死んでいたはず。決闘を持ちかけた時すでにお父様は決めていたんだろう。覚悟の面でも武力の面でも僕は王の条件には全く達していません。それは違う。王になるためには二つの資質が問われると私は思っている。信念、そして信念を貫くために必要な力だ。家について君は私とは違う視点と考えを持っている。足りないのは力の方だが、リネの天秤からすれば力がついてくるのも時間の問題だろう。だがその力がまだ身についていないにもかかわらず、君は逆境の中で信念を貫き私に抗った。それこそが私がリネを評価する点だ。お父様、この先何が起きるかは誰にもわからない。晴れ渡る日もあれば荒れ狂う日もあるだろう。ハウス・オブ・ハースの責任者に必要なのは慎重さではなく揺るぎない決意だ。もし何らかの基準を満たさないと行動できないというなら、私は先代召使いを暗殺によって殺せなかった。当時私と彼女の間には歴然とした力の差があったからな。力は確かに勝敗を決める。
しかし力が足りないからと後ずさりし、信念さえ曲げてしまう者に王となる資格が与えられることはない。おっしゃる意味は分かりました。ありがとうございます。子が大人になり先人を超える、家が枝葉を伸ばし続けるためにはそうでなければならない。だが決して楽な道ではないぞ。最後にもう一度聞こう。本当に残ることを決めたのか？お父様からの恩は必ず返します。それに厳冬計画がもうすぐ始まります。家に様々な危険が迫っている時期に決して逃げたりはしません。これが僕の信念です。わかった。厳冬計画についてはあまり心配する必要はない。富豪や政治要員たちがこちらの命を狙っているようだが、しっかり急を据えてやろう。光に憧れる子供たちは全員追放された。これが我々の最後の弱点だったが、今では影に隠れる雲のようにハウス・オブ・ハースという巣に獲物がかかるのを待っていればいい。奴らの企みを逆手にとって、極寒の吹雪の中で赤い月が昇るのを見届けようではないか。忠誠は必ず報われ、全ての犠牲が価値を持つことになる。次に二人に会う時、敵になるかはたまた味方になるかは分からないが、今日君たちと結んだ遊戯を覚えておこう。険しい旅になるだろうが、皆が望む終点にたどり着けることを願っている。Deux jours. Ok, ça va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 . On va déjà voir le succès. Au défi. Vas-y, si. Rassaisis-toi du sang dont tu as toujours été assoiffé. Décrochez 4 marées nocturnes éclatantes lors d'un seul combat contre Arnica. Ok, ça va. C'est bon. Hop. 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 J'ai pas vu entre quelle heure et quelle heure, mais je crois que c'était juste deux jours complets. Hôtel Bouffetti. Perfect. だいぶ良くなってきた。ふう、なら良かったぜ。旅人は大丈夫？さすがだね。僕たちは2日間も寝たきりで、寝返りを打つことすら大変だったのに。そのクリーブはもう出て行った。リネはみんなをポア村長からハウスオブハースに連れて帰ったけど、もう亡霊が家の中に現れることはなくなったって言ってた。Nous lui avons dit au revoir sous le soleil. そう。よかった。おととい、お父様がお見舞いに来てくれて、クリーブとクルセビナのことを話してくれた。僕、前院長のクルセビナを知ってるんだ。え？先代の召使いを知ってるのか？クリーブが死んでから1年後にクルセビナが死んだんだけど、僕はその間にハウス・オブ・ハースに送られてきたんだ。当時クルセビナの残酷で過激な管理下にあった家の空気は息が詰まるほど苦しかった。
彼女が最も重要視していた実験はすでに終わっていて、そのために利用された人たちは死んだり怪我したりで、もう家にいなかった。クルセビナは決して新入りの子供たちに過去の出来事を話すことはなかったよ。そして数ヶ月後、お父様が彼女を殺し、全ての資料を焼き払った。クリーブ、そして実験に利用された人たちの名前も苦痛の記憶とともに燃やされた。さらにその数ヶ月後に、お兄ちゃんと私がお父様に引き取られたけど、クルセビナとクリーブについて聞かされたことはなかった。そうだったのか。あいつは最初から秘密を胸の内に隠すって決めてたっぽいな。なんでそうしたのか、あいつがお見舞いに来た時に何か言ってたか。お父様は過去の暗闇が私たちに影響を与えることは避けたいっておっしゃってた。そしてその歴史を知ったことで不必要に感謝の気持ちを抱かれたくないって。それから家族の関係は単純な方がいい。かつてここで何が起きたとしても今の我々とはもう関係のないことだとも最後におっしゃってた。それでも僕はお父様に感謝を伝えたよ。クルセビナにとって僕たちの命なんて使い捨ての道具ほどの価値もなかっただろうから。もしお父様がハウス・オブ・ハースを引き継いでいなかったら、おそらく僕は。お父様は私たちを助けたことについてほとんど口にしない。家族というのは恩義によって結ばれているものじゃないというのがお父様の考え方だから。でも恩義の有無に関係なく私たちはここに残る。ここは私たちのお家だもの。喧嘩したり傷つけられたり家を出て行ったりする人もいるけど、お父様がいる限り家は変わらない。日の光が差し込む時も闇に覆われる時も、僕たちはずっとお父様のそばにいる。だから二人にはお礼を言わせてほしい。あなたたちのおかげで今回の一件は最小限の代償で済んだ。大したことはしてないぞ。もちろん、いつでも歓迎するよ。フィリオールたちは元気にしてるかな。今朝出かけた時カフェで見かけた。私のことはもう覚えてなかったみたい。コーヒーを飲みながら上映中の歌劇について話してた。みんな幸せそうだった。多分あれが彼らの望んだ暮らしなんだと思う。Oh, le feu du fourneau s'éteint. Alors, donc terminé les quais de Arlinka. Ou je sais plus comment il faut l'appeler, peu importe, on s'en fout. On va aller chercher une nouvelle fois parce que, bah, entre temps, 5h du matin est passé. Donc, ça, c'est les quais de ce jour-ci. Voilà.Au niveau des objets, on vient d'avoir alors, c'était quoi ça? Âtre mural, bûche chassant les ténèbres. Pas de succès. Ok, bah ça va. On a donc terminé les quêtes de personnages. Ouais, exactement.J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Honnêtement, qu'est-ce que j'en pense ? On a son histoire, c'est bien. Mais j'ai cru comprendre sur internet qu'il y avait déjà une vidéo qui racontait l'entièreté de l'histoire. C'est un peu dommage si c'est vrai. Comment dire, on la voit pas assez, soyons honnêtes. On la voit pas assez. Après, je suis content qu'on ait pu l'affronter.
C'était un bon combat, mais elle se donnait pas à fond, hein, clairement. Là, on voit comment Tartaglia peut se transforme et comment ça se donnait à fond. On voit ce que ça donne. Là, tu sens qu'elle se retient, quoi. Par contre, j'ai bien aimé quand elle nous emmène dans son monde à terne, là, avec la lune rouge. Visuellement parlant, ça claque. Faut bien l'avouer aussi. Allez, comme je disais, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a idéalement au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et on se retrouvera bien entendu la prochaine fois pour une prochaine quête de personnage. Si je dis pas de bêtises, ce sera l'acte 2 de Sinnoh. Sinnoh ? Peut-être, je sais plus. Faudra voir. En tout cas, je crois que c'est une quête de personnage qui arrivera. À la prochaine! おっしゃる通りです。